FM 議論案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。2月1日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小村でございます。はいはい。そしてですね、今週もゲストに来ていただいておりますよ、 AC クレアのヨヘナさんです。どうもこんばんは。こんばんは。おい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう2月だね。入ってはもう怖いね。あっという間に1月終わってしまいました、ね、早い。怖い。早いですね。恐ろしい。いやでもね、沖縄県もサッカーで盛り上がってますから。そうですね。ちょっと野球のキャンプが始まってね、はい、なんかメディア的にもなんか負けちゃってる感がちょっと否めないんですけど。そうですね、はい、メディア的には、ね、負けちゃってますよ。頑張っていきましょう、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。今週もね、沖縄県内のサッカー情報いろいろお話ししていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はいはい。じゃあ早速始めていきましょう。はい。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供でお届けいたします。はい。今月もですね、沖縄県のサッカー情報というねお題でゆるーくお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あとね、ちょっと2月になったということでではないんだけどさ、まあネットでちょっと CM をね、番組の CM をちょっと流せるようになったので、はい。最近ずっとね、ネットでご覧になっていただいてる皆様には、CM 中はね、なんか無音が音なしがね、1分ぐらいちょっと続いてたんですけど、今日から、はい、ちょっとチャレンジして、ネットでもちょっと CM がね流せるようにやってみましたので、はい、うまくいくかな心配だな、まあはい、頑張りますのでね、よろしくお願いいたします。まあ、県内のサッカー情報といいましても、やっぱりね、沖縄県まだまだね、 J リーグのキャンプが真っ最中ですからね、まあ、1次キャンプを切り上げ て沖縄からね、また2次キャンプ県外に出ていったチームもあれば、まあ、1次キャンプ2次キャンプとね、沖縄でずっと過ごしているチーム、いますのでね。で、やっぱり新しく入ってきて、そうだね、なんか先週ちょっと見たんですけど、J リーグも、まあ、中国も、まあ、韓国も入れると22チームだったかな、はい、全チームでね、はい、やっぱすごいね、なんだろう、キャンプだからね、体作りではあるんですけど、はい、こんだけチームが集まりますからね、本当になんか毎年この時期にね、なんか8人制とかでもいいから試合とかね、リーグとかやってくれちゃう8人制ですかダメか、わがままだな。まあ入れ替わりなんでね、はい、来るチーム自体が、でも、やっぱりですよ、はい、もうメディアを通して沖縄でキャンプ来てるよ、まあ、遠藤選手来ました、はい、まあ、浦和レッズ練習、キャンプしてます、まあ、はい、来週、再来週からかな、また蒲田周りでガナー選手が来ます、はい、今もね、ジェフで比嘉選手がね、はい、結構、メディアに出たりとかしてるんですけど、まあ、そういった中で、このなんていうのかな、俺らなんかおかしいな、なんて言えばいいのかな、なんていうんですか、ちょっとコアなというか、はい、一癖もある俺らの俺ら的にこのキャンプを楽しむ方法というか、はい、ちょっと考えてみたんですよ、はい、でやっぱ選手が来て、お汗流して早いなとかじゃなくて、なんかおいいキックしてるな、なんか普通さね、はいはいはい、なんかないかなってずっと考えてるんだけど、はい、ないんだよなだからみんながそれぞれ思うキャンプの見どころってやっぱりどこなのかなとか、先週も先々週もさ、こっちでやっぱりお話ししてたんだけど、やっぱりシーズン中だとやっぱり県外でね、はい、J リーグ、J1、J2 があって、やっぱりそこで選手と接する時間が多い、はい、サポーター、あと子供たち含めてね、やっぱりその影響力ってでかいよなって、そうですね、ここでやってて、やっぱりキャンプ中にね、子供たちがこのJリーグ、
J1 の選手たちと接する時間っていうのがね、とてもやっぱり貴重だねとか、うん、そうですね、大切だよなってやっぱり思うんですけど、はい、なんかキャンプ中にやっぱ沖縄に来てるから、はい、できる何かってないかなって思いながらさ、ここ1週間ちょっと考えてたんですけど、はい、やっぱりどうしてもなんかプロ野球を見てしまってから、はい、なんか新人選手なんかやってんなとかやっぱりあんな感じなのかなって思いながらもさ、はい、なんかやっぱりプロ野球のキャンプとはちょっと違う、うん、この J リーグキャンプのなんか持ち味っていうのは、はい、まあ、今はちょっとごめんなさいね、俺こんな話しておきながら見出せないんですけど、はい、なんかね定着していくような何かね、そうですね、水泳大会とか密着ですよね多分ね、 ね、それもねやっぱり、うん、でもやっぱりそこでもやっぱり野球とつながってしまう感がやっぱり強くてからさ、はい、ここ沖縄市だとねベイスターズがもう長年やってたり、はい、まあ、隣だと、中日か中日だったり、うん、まあ、ヤクルトだったりそうですね、浦添でやってたりね、やっぱりその地域地域のってやっぱり強い感じはしますからね、そうですね、うん、で浦和はでも去年も同じ、はい、場所、ね、ガンバもやっぱりゴサマルで2年連続やってるっていうのもあるのでね、はい、そういうのがやっぱり定着していけばね、そうですね、まあ、もう芝生の問題が解消されてるので、そうですね、基本的にはもう、うんうん、沖縄でやるメリットの方が大きいんじゃないでしょうかね、うん、はい、だからやっぱりこの選手たちが1年間を通して戦う、はい、体を作る環境がまあ沖縄にある、そうですね、うん、はい、それをやっぱりなんていうんですかね、生かしていかないとね、俺らもね、そうですね、うん、そういうとこにあるんだよ、はい、沖縄っていうのをね、うん、ちょっと強く、うん、感じていきながら、俺らがねここ沖縄で土台ができていけばね、はい、うん、やっぱいいのかな、まあ戦いだけって言われればそれだけなんだけど、まあ、そうじゃない部分もねあるからこそやっぱりみんな集まってきてるからね、はいはい、うん、気候の問題は確かに大きいと思いますね、うんうんうん、やっぱり筋肉系のトラブルとかがやっぱり寒くなると多くなるの で、 そうです、ね、やっぱり、うん、追い込んだりとかするとね、うんうん、そういったものが出てくる危険性だったりとか、はい、やっぱ雪で練習できないとかね、うん、そういうのがやっぱり本土ではあるでしょうしね、そうですね、今年は特に、うん、なので今年は沖縄で本当に向こうはね、はい、もう真冬よね沖縄は、うん、やっぱ太陽出たら暑いしね、はい、移動中車クーラーついてるしねそうですね、ザ・沖縄、はい、なんか普通のトレーニングができる環境であれば一番ただいいんですよ、うん、そうですね、本当にもうそれができないのが、うん、まあ、本土だったり寒いとこだったり、ね、うん、するので逆に暑すぎてもね、そうですね、ありますからね、暑いかなとは思うんですけど、うん、この土台が作りにくい部分もあるかもしれないですけど、まあ、はい、ちょっと寒いぐらいがね、そうですね、うん、今の沖縄はやっぱり最適なのかなと思う部分があるんですけどね、はい、うん、そういった部分の情報もねこれからいっぱい出てくるのかなと思うんですけどね、はい、うん、ただこの今ニューイヤーカップがね始まって2年目で、うん、やっぱりそういうものも含めてメディアでね、はい、取り上げられる回数も多くなってきてるので、うん、ただこの沖縄ラウンドがまた広がっていけばね、うん、そうですね、いいのかなと思う部分もあるんですけど、はい、はい、ちょっとねお話ししてて、今コメントがはい来ているので、ノーナイチナーさんどうもこんばんは、もうありがとうございますね、はい、今週もはい、今日から2月沖縄全体野球シーズン到来そうなのよね、はい、うん、でムードで、ムードですけどサッカーもキャンプやってますよって感じで盛り上げましょう、はい、はい、もう、うん、飲みに行きたいな、ダメかキャンプ中ですよあと行こう、ノーナイチナーさん、鹿島の柴崎選手、念願のスペイン、決まりましたねって、うん、リブリーグだけど、移籍が決定しました、現在6位で昇格圏内、うん、早くね一部押し上げてもう一度レアルマドリッドと対決だーって来てますね、はい、うーん、ねー、ただ契約自体が半年らしいんですよ、はい、ね、もう明らかにね新しいシーズンはこの半年で結果出しますよっていうスタンスですよね、まあ、その意気込みでね、うん、活躍してくれたらいいですね、この優勝争い、はい、こう昇格圏内昇格争いしてるチームにね、はい、補強として入るっていうのはやっぱり大きな意味があるのかな、そうですね、期待されてると思いますね、うん、思いますからね、はい、はい、ぜひちょっと頑張ってもらえたらなと思いますよ、鹿島ね、そうですね、ただあれよね、 J リーグもまだはっきり決まってない人も中にはね、マリノスの斉藤選手とかはまあ残留が濃厚っていう形になると思いますけど、ね、うん、もう肩書きなんかでも本人にはねなんか
強く練習生っすって。うん、まあなって思いながら、ね、また海外からもね結構補強がまた進んでますからね。そうですね。清武がねまた戻ってきますね。あ、セレッソに。うん、はい。まあ、J1 ですからね。まあ、セレッソ的にも、はい、まあ、タイミングはあると思うんですけど。セレッソから移籍した海外の選手を全部戻してみたらどうですか、ね。まあ、この際だったら乾選手もぜひ戻ってきて、香川選手も戻ってきて。大活躍中じゃないですか、乾。香川選手も乾選手も、うん、まあ、もともとセレッソなので、そうですね。ぜひ戻ってきて、うん、セレッソが優勝するの。セレッソね、昔森島さんと西澤さんが中心だった時に、2回優勝逃してるので。あ、そっか、はい、優勝争いしてましたよね。はいはい、強かったんですけどね。ああ、森島さんがね泣いてるシーンがすごい衝撃的でしたけどね。はい、あ、ダメだな、俺怒られるかもしれないけど、あれその試合でとどめさせたのは多分ガナハ選手だったよね。でしたよね。なんか覚えてます、あの、はい、一応センタリングからのガナハ選手の左足のボール、ね、ですよね、はい、あの豪快なね、豪快なっていうか、まあ、多分ガナハ選手はまだ若い時ですよね。そう、はい、ガナハ選手これかなんか2回ぐらいあるんだよね。ね、あの優勝、この昇格を阻む、はい、あ、優勝みたいなね。まあね、相手にとってもね脅威でしたね、うん、やっぱり。そうですね、もう今年もね頑張ってもらいたいなと思いますけど、はい。はい、ですね、この辺でちょっと一旦 CM、 あー緊張するな、大丈夫かな。はい、じゃあ一旦 CM に行きたいと思いますよ。 CM です、どうぞ。はい、失敗しました。あ、これでいいんだっけ、ちょっと待てよ、いけるか、いけない。いけません、よろみねさん。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。野菜盛りだくさん、氾濫注意のハンバーガーショップ、チムフガス。チムフガスとは沖縄の方言で満足させるという意味。店内のカウンター席でハンバーグを焼く音を聞きながら食べてもよし、飛行機の音と波の音を聞きながらテラス席で食べてもよし。瀬長島海勝テラス内、ハンダーバーガー、チムフガス。はい、無事に帰ってきました。すいませんね、もうバタバタしながら、はい、申し訳ないです。はい、大丈夫かな。怒られそうだな。まあまあまあ、ちょっとねキャンプのお話してたんですけど、実際、はい、ね、子供たちも含めてね、はい、AC クレアではこの、運動能力の向上もね含めて、はい、いろいろ、やっているじゃないですか、はい、このヨヘナさん的には、はい、キャンプで、はい、まあちょっとね難しい部分もあるんですけど、こういったところをね見てもらえたらなっていう、なんか難しいね、先に言えよって感じでね。いやいや、全然全然、もうありますか。ただ単に選手が、うんうん、まあ、ボール蹴る止める全てが、はい、もう勉強というか、もう、うん、すごい勉強になるので。そうですよね、やっぱりあのなんだろう、軌道だったり、うん、音だったり、もう本当にスピードだったり、はいはいはい、そういった走るスピードもそうですし、そうですね、当たるこの衝撃、うん、はいはい、どれぐらいのこの速さで当たってるかとか、うんうん、どれぐらいの速さでボールをさばいてるかっていうとかも全てが、うんうん、そうですね、新鮮だと思いますよ、うん、あと勉強になりますし、トラップ一つ取ってもね、はい、やっぱり全て勉強です。間近で見るとね、楽しいですからねって、おーい、どこに行くんだ。すいません。いやでも僕もね、まあ、昔のことなので、まあ、10代の時沖縄でサッカーやってる時と、うんうん、急にね柏レイソルって J1 に入ってやるってなった時に、全てが違ったので、はいはいはい、もう本当に全てですね、うん、そこでやることが本当に日々勉強になりますよ、はいはい、まあ、僕たちのようにただ県内で、ね、少しサッカーができるからって言って天狗になってるだけでは、はい、ダメですよね、やっぱり高いレベルでやって初めて、うん、全てが勉強、はい、そうですね、本当にもう日々成長、マンネリしないと思うので、うんうん、そういった環境に行けば、はい、
やっぱあれですね、なんて言えばいいのかな、それを、はい、このキャンプだけだとしてもさ、はい、この見れる機会がね、はい、やっぱり目の前にね、そうですね、はい、ゴロゴロしてますからね、それが一番いいことなので、はい、あなたにできるこの見る、はい、聞く、感じることがねできますからね、はい、うまくいけばこの触れ合うことも ね、はい、ねできますからね、多分地元のチームが J1、うん、J2 のチームと試合ができることですね。そうですね、地元のチームがちょっと少しでも上がりますからね、社会人が、うん、まあ、意識が変わって、うんうん、それがどんどん下に波及していくってことが一番大事なので、そうですね、あとは見る目が育つんじゃないですか、やっぱお父さんお母さんもやっぱキャンプ見に来るので、うん、そうですね、そしたらまあ見る目が育っていって文化になっていくんじゃないかなって、うん、やっぱりこの保護者の皆さん、はい、大人の皆さん、スタッフコーチの皆さんにはやっぱりねそういう機会を子どもたちにね、はい、どんどん増やしていくようにお願いできたらなとやっぱ思いますね、うん、指導者皆さんもね、カリキュラムだったり本だったりこういった沖縄県のトップっていう人たちを見て勉強するのは分かるんですけど、はいはい、うん、ね、本当に日本のトップの人たちを見るってことは、うん、少年サッカーの指導者もないですから、そういう部分だからもう、ね、そうやって頭ごなしに自分の論を子どもたちに押し付けるんではなくて、はい、そういった選手を見ながらその指導者の皆さんも勉強することは大事ですよね、うん、日頃言ってることが、そうだね、俺が言ってることと全然違うっていうのが絶対ありますんで、うん、やっぱりこのそうだよね、やっぱり身近でね、そうですね、この日本のトップのチームがね、はい、やっぱ来ていますからね、はい、うん、いろんな方々がいろんなこの感じ方を ね、 そうですね、貴重な時間を、はい、うん、共有できるのかなと思うのでぜひね行っていただけたらなと思いますけどね、はい、ぜひ、うん、やはり野田一奈さんからコメントが一つ、お CM 丸聞こえいいですね、チムフガスハンバーガーだったのねって来てますそっか、そこか、俺だな、そうですね申し訳ない、うん、あ、うん、うん、よ、後でね俺が読めないすいません、はい、そうなのよね、まあ、キャンプももう後半に入ってきてね、あと1週間、10日ぐらいでまた沖縄のキャンプはちょっと終わっちゃうのかなって部分もあるんですが、はい、来週ぐらいまではね、いろんな情報ちょっとお話できたらなと思いますよ、皆さんもぜひね、タイミング合わせて行っていただけたらなと思います、はい、はい、でですね、県内のちょっとサッカー情報を少しお話ししたいんですけど、はい、番組でもねちょっとお話ししてます、この沖縄エスパーさんが、はい、はい、実はですね、県3部リーグから、出場していたんですけど、まあ代表の高原選手含め、この県内にね根付いて一歩一歩1年1年ということでちょっと、チームをね立ち上げて、はい、県リーグに参戦してたんですけど、まあですね、このなんて言えばいいんですかな、いろいろ、はい、うん、いろんな条件が重なって、まあ来年は一部に昇級、はい、できることがちょっとね可能性が少し出てきまして、うん、これをね、決定ではないんですね、まだ正式な決定ではないんですけど、はい、なんて言えばいいんですかね、そういうちょっと可能性というか、はい、うん、ちょっと含みながらいろいろお話しする機会が先週ちょっとありまして、はい、沖縄県サッカー協会の方でねあってちょっと参加してきたんですけど、俺もね、ちょっとズーズーしくもちょっといろんなお話をやってしまってちょっと後悔してた、何の話したのとかはまた正式にね発表が出た後にお話できればなと思うんですけど、はい、まあどういう角度からお話をしてたとしても皆さん応援してるんですよね、はい、うん、やっぱり一歩一歩このなんだろう一年一年ねしっかり県リーグに足を添えて、はい、上がっていってほしいっていう人もいれば、はい、まあ、もちろんねこれだけこの1年だけでこんだけ注目もあって、はい、うん、で一部行ってもそこから早く九州、まあ、FC 琉球を追いかけるチームになってもらいたいっていう思いもね、そうですね、またある中で、まあ、いろんな人たちがいろんなことを考えるのは当然であってね、はい、うん、ただやっぱり沖縄エスパーさん含め、まあ、はい、関係者の皆さんはこの、うん、県民にねちょっと応援されるチーム
が大前提ということは言っている中で、うん、でやっぱりね、県内の皆さんに応援していただかないとね、はい、難しい部分というか、まあ、そのつもりで来てたと思いますので、はい、うんね、それをすることで、なんかって言われるとね、嫌だなっていう、やっぱり言ってた部分もあるんですよ、はい、ただ、まあ、皆さんに応援していただいた上に、まあ、上がれるならっていう部分も、あって、まだね、その辺がうまく調整いかないって言ったらおかしいんだけど、まあね、その辺がうまくねっていうのもね、まあ、賛否両論っていうのは当然あると思いますけど、まあよく結果を見てくださいよ、もう明らかに中継とエスパは抜けてますから、それをいつまでのね、県リーグだったりとかっていうのに置いとくっていうのも少しまあどうかなって、まあ、僕は思うので、逆にさっさと上げてしまってさっさと九州リーグ行ったりして、はい、早くね JFL だったり別に挑戦することを、まあ、してほしいなって僕は個人的にはですね、思ってます、はい、ね、順序がどうとかあるかもしれないですけど、なかなかね、個人的にはまあもう実力的にそうですね、県リーグにいても仕方ないんじゃないですか、2部に来年1年いたかいても、もう多分圧倒的な差で1年過ごしてしまうと思うので、なのでやっぱりそういう部分もちょっとね、ありますので、ただ県3部リーグからスタートして、はい、僕らの地域リーグに来ていただいて、同じ、カテゴリーで、同じリーグで1年間、はい、一緒にねリーグやってきたんですけど、はい、まあやってきた僕らは、俺はね、はい、俺個人的にはとってもラッキーで、あんなすごい皆さんと、まあ、試合を真剣勝負でできて、そういった部分を考えるとやっぱり2部にいる皆さんもそれを肌で感じたいと思うプレイヤーの中にはやっぱりいるはずなんですよ、はいはい、そういうものを考えるとやっぱり、みんなね、やっぱりいろいろ考えがあるはずだしね、難しい部分もあるのかなと思うんですけど、まあ、リーグ上がるっていうのもあるんですけど、まあ、練習試合やったらいいんじゃないですか。そういう答えもね結構出た、だから、触れ合う時間をね、はい、これからいっぱい作ってい、けばっていう、はい、お話もやっぱり結構出てたので、まあ、俺らができることってなかなか難しいんですけどね、そういった意味も含めてちょっとね協力できていければなと思うんですけどね、まあ、はい、本当に琉球とね、エスパーが J1 に上がって沖縄ダービーなんてできた日にはね、はい、そうですね、もう切磋琢磨するね、最大のライバルが、もう毎週どっかで J リーグがあるわけさ、はい、フォーマンドアウェイだから、神奈川県のね、川崎みたいな感じね、そんな感じで埼玉県の大宮とレッツみたいな、やってくんねえかなもう少し先ですね、もう少しまだまだ先だけどさ、やっぱりそういう夢は見てしまうよね、はい、大野山にもね、新しくね、はい、スタジアムもできる予定ですし、楽しみしかない、でもやっぱりね、県民のサッカーファミリーも大切にしたいって思いももちろんあるはずなのでね、はい、まあ、ここでね、またいろいろ情報があって揃い次第またお話できればなと思いますのでね、はい、皆さんちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますよ、はい、ごめんなさい、ちょっと駆け足になるんですけどね、その沖縄県サッカーリーグの、表彰式が今週ね、宜野湾市のラグナガーデンホテルに行って行われるんですけど、そこで、まあ、各リーグの、優勝チームだったり、まあ、フェアプレー賞とか得点王とかのねお話だったりっていうのがまたそこで表彰されるんですが、はい、まあ、そこにねまた、この後ちょっと行ってきますので、その辺のお話もまたここでできたらなと思いますよ、皆さんちょっと楽しみにしていただけたらなと思います、はい、はい、ここまで話せるかな、でですね、新しくビーチサッカーチームができました、今日サッカー協会からちょっとリリースが出てたんですけど、はい、はい、ですね、名前が琉球エリスリーナっていうね、はい、新チームが立ち上がって、なんとビーチサッカーのチームだったんですね、そうなんですよ、はい、ソーマープライヤーのメンバーさんがちょっと出入りして新チーム立ち上げなんですよ、なのでその辺もね、また今日ちょっとリリースだったのでまたね情報が入り次第ここでお話ししたらできたらなと思いますのでね、はい、実はビーチサッカーの方も、はい、先週末になるのかな、相馬プライヤー、あと東京レキオス、クラブレイ、クラブアレイヤ、あと
ドルソーレ北九州がね、あと沖縄でキャンプとかもやってたのでね、この辺もちょっとね、俺がちょっと情報収集ちゃんとできてお話できればよかったんですけど、ちょっとね、こういったのも合同キャンプっていうのも珍しいですからね、またいろいろここでねお話できたらなと思いますよ。はい、皆さんよろしくお願いしますと、お話ししているうちに、はい、今週も残りロスタイム1分切って、あとやばい40秒しかない今週もねちょっとバタバタしながらですけど、皆さんお聞きいただいてありがとうございました。おっと、野内千奈さんコメント読めるかな、昨日6時半から日テレで、なんだなんだ、高校サッカーの那覇日大富山の応援してましたよそうなんだそうだね、やっぱり内地ね、こんなのね再放送もやってるんだ、ちょっとありがたいなと思いますけどね。もうあーやばいやばい、時間がない、すいません、バタバタしながら締めます。今週も聞いていただきありがとうございました。この番組はあなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、反乱中のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供でお届けしました。今週も聞いていただきありがとうございました。それではまた来週魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を、新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘り、新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気になっており、新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気。